体型縦一列、北日本勢が前段、中段からが近畿コンビ。人気を集めた4番の高本、まずは後ろ攻め。その高本がまず動いていって、中段から合わせるようにして5番の千原、前では7番の本間も、この辺りは少しペースを上げておりますけれども、さあここはどうでしょう。別線が4番の高本をかなり警戒するような感じになりました。打掌前の攻防戦、7番の本間が前から一度突っ張って、中段千原もこの辺りはうまく高本を警戒しつつ、高本を出させません。3番手で車間を切って5番の千原、金が入って3コーナーはスローペース。さあ高本がこの別線包囲網をくぐり抜けることができるかどうか。前変わらず7番の本間で3番手車間を切りつつ、さあ5番の千原、進路を内に取るような感じで4番の高本、さあ高本内に行って3番手こじ開けて、ここで縦に踏んでまいりました。前で合わせる7番の本間連、外を通って4番の高本、高本がこの辺りで先頭に変わる。そして2番手は懸命に3番の沼川がついていって、3番手6番の吉田英治、内が7番の本間連。さあ東の遠征ライン3選手で決まっていくか。4コーナー回ってくる、先頭が4番の高本、高本先頭で五輪ラインの上位独占か。